テレビドラマではおなじみの綺麗な女優さん畑美智子さんが離婚されていたことが分かりました。お相手は広部俊明さん、水中カメラマンです。一見女優と水中カメラマンの縁はなかなか結びませんが、お互いの仕事からようです。畑美智子、1968年9月24日、本名、広部美智子。茨城県常総市出身。茨城県立、三つ街道第二高等学校、帝京女子短期大学秘書課。約2年の交際期間を経て、2011年5月5日に婚姻届を提出し結婚した。夫が活動する沖縄の恩納村に身を構え、夫とは電話でコミュニケーションを取りつつ仕事の合間に、年2回ぐらいのペースで沖縄を訪れる生活を送っていたが、拠点の違う2人にとって家族としての時間を築くのは簡単なものではありませんでしたと、すれ違いを理由に2017年に離婚。結婚してすれ違いの生活はよくある話ですが、畑美智子さんも同様で、離婚の理由が大きな意味をしているものと思われます。結婚は縁があってのことですが、仕事の都合で一緒に生活することができなかったのでしょう。畑美智子さんの元旦那の広部俊明さんの画像、2人の共通点は写真、旅行、スキューバ。畑美智子さんの事務所公式サイトによると、畑さんの趣味は旅行、写真、また特技、資格はスキューバダイビングとあります。沖縄在住の水中カメラマンの広部俊明さんとは2001年に仕事を通じて知り合い、2009年に交際に発展。2011年5月5日に結婚されて、お二人には子供がいないようです。一方、元旦那の広部俊明さんは水中カメラマンとして沖縄に在住。広部俊明さんは沖縄での生活が中心で、畑美智子さんは東京での生活が中心であることで結婚して別々の居住では生活もおかしなことですね。この環境では子供の育成するには難しいかもしれません。もし一緒に生活をしていたならば、きっと離婚はしていなかったと想像します。なぜなら、お二人の趣味の共通点が多々あるものと推察されます。これから先は広部俊明さんの充実した生活感があり、畑美智子さんは畑人商店のオーナーとして活躍されるものと思います。